久留米中央ロータリークラブの会長を務めさせていただいております久賀と申します。ロータリークラブの活動の中に、青少年の健全育成ということがございますけれども、もう私ども久留米中央ロータリークラブとしては、この地域で非常に問題になっております青少年の薬物乱用、これをなんとか、防止したいということで、現在活動を一生懸命やっているところでございます。福岡県では薬物を乱用する少年たち全国一多いということで、まあ、その中でも久留米市は福岡県の中でも一番多いということで、大変不名誉な記録が続いているということでございます。まあ、従いまして私どもでは関係の各機関とも協力をしながらですね、地元の青少年に対しましてですね、薬物を絶対に使用しないようにということで、まあ、様々な活動をしているんですけれども、特に最近は小学校中学校の授業の一部をお借りしましてですね、子どもたちに直接、そういうことがいけないんだということを教えているところでございます。で、最近は特に効果の高いといわれます小学校の高学年に対しまして、そういった活動をしておりますけれども、まあ、昨年の場合は6月と11月に小学校高学年に対しまして、まあ、年間約ですね50校ぐらいの小学校になるんですけど、ほぼ全部の久留米市の小学校の生徒たちにですね、そういうことを教えているということでございます。で、そうした活動の結果、だんだん薬物乱用する少年たちが減ってきまして、検挙者の数はですね、平成24年度はついにゼロということが達成できました。まあ、地元の方にも非常に評価をしていただきました。またこの活動は最近では他のロータリークラブの方とご一緒にですね、連携して活動をやらさせていただいているということでございます。まあ、そうは言いましても最近では危険ドラッグといいますか、そういうものも出てまいりましたので、まあ、今後ともですね、薬物乱用防止ということは継続してしっかりやっていきたいなというふうに思っています。まあ、私どものそういう活動の中で地域の子どもさんを含めた大人の皆さんとも交流を深める中で、私どものロータリー活動に対してより一層のご協力やご理解が深まればいいかなというふうに思っております。まあ、それではこれからは平成26年11月に行いました小学校6年生に対します薬物乱用防止教室の模様をご覧いただきたいと思います。はい、皆さんおはようございます。おはようございます。私は久留米市で、会社をやっている社長さんです。なぜ今日ここに来ているかというと、皆さんに薬物の怖さ、そういうのを学んでいただきたい。そして立派な先生に、先生はこっちいらっしゃるんで大人になっていただきたいということで、皆さんにご挨拶に来ています。私たちはあれをするな、これをするなということは言いません。本当に大事に大きくなっていただきたいということで、皆さんと、久留米市に46校ある小学校を回っております。どうかよう先生の言うことを聞いてですね、今日一日学んでくださるようにお願いします。よろしくどうぞ。よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。久留米市の青少年育成課というところから来ました。まず私ですけども、名前を伊豆沢と言います。見て、分かると思いますけども、福岡県警からの派遣ということで久留米市に来てます。で、一応警察官です、ね。で、今回薬物乱用防止ということで授業しますけども、薬物で、ね、捕まってしまった人、体を壊してしまった人、死んでしまった人、ね、人に危害を加えた人、いろんな人を見てきています。みんなにはね、決してそういうことになってほしくないという気持ちで今日はお話をします。しっかり聞いてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。青少年育成課の大和と申します。これから皆さんとね、一緒に勉強したいと思います。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、同じく鬼丸と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは早速授業を始めたいと思います。しっかり聞いてください。はい、そしたら改めましておはようございます。おはようございます。はい、そしたらですね、今から薬物乱用防止教室を始めたいと思いますが、この薬物乱用ってどういうことか、こんな感じじゃないかなとか分かる人分かるかな、大体こんなことじゃないかなね。はい、そしたらですね、今から始めるんですけども、薬物いろんなのがあります。普通の風邪薬とかね、胃薬とか、そういうのももちろん薬物ですね。ただここに書いてある有機溶剤、ヘロイン、大麻、 MDMA 覚醒剤ね、とコカイン、 LSD、 最近話題になってる危険ドラッグ、こういったもの薬物と呼んでます。乱用どういうことかというとね、ここにも書いてあります。目的以外に使用したりとかね、例えば君たちが明日楽しい遠足だったとするね、その前に熱を出したね、うわどうしても明日の遠足行きたいな、でも熱が出たね、よし今日の夜は風邪薬を本当は1錠しか飲んでいけないのに、よし絶対行きたいために5錠も10錠もいっぺんに飲む、良くなると思いますか？ならないよね。そういうふうな、その用法用量ね、これを守らないのが乱用です。いいですか？それでね、今日の目標ですけれども、この3つをね、今日覚えて帰っていただきたいと思います。まずおじさんが説明するところは一番上のね、薬物の怖さを知ってもらいたいと思いますね。してその後に皆さんが誘われたりした場合にね、しっかりした断る勇気ね、こういったものを持ってもらいたいね、あるいはね、命を大切にする心を持つね、自分の命もだけれども周りの友達とかね、そういったふうな命の大切さをね、持ってもらいたいと思っております。そしたら今からね、まずシンナーの怖さっていうかね、ここに 1,2,3 で書いてあるんですけれど、まずシンナーにはね、マジックでもこう蓋を開けたらツーンとね、匂いがすると思うけども、独特の匂いがあります。いいですか？そしてシンナーはまあガソリンとまあよく似てるんだけどね、車のガソリンね、蒸発するスピードがとても速いね、置いてたらすぐにもうなくなったりします。3番目にシンナーはもちろん体に非常に悪いってね、これから説明していきますけどね、このシンナーは体に悪いんだっていうのを分かってもらいたい。ここにね、シンナーを吸ってはいけない理由って書いてありますね。まず一番にね、人の体、おじさんもやけどね、みんなの体も含めてね、いろんなところね、骨とか内臓とかね、人間の体というのはね、もういろんなところね、油でできてるんです。もちろん水分もね、半分以上あるかもわからないけども、ほとんど油でできているね。ここに書いてあるように、シンナーにはね、体、今言ったように内臓とか骨ね、油をね、脂肪を溶かす働きがあるね。友達あたりからね、痩せるよとかね言って勧められる場合もあるかもわからないけれども、いろんなところがね、シンナーを吸ったりすることで傷ついてしまいます。いいですか？でシンナーにはね、強い麻酔作用があるね。どういうことかというとね、皆さんがね、例えば歯医者に行きますね、麻酔の注射をするよね、あれをしないと痛いよね、何もしなくて歯を抜いたりはね、なぜ痛くなる、麻酔の注射をしたら 痛みが取れるか分かる人、誰か分かる？注射をすると、麻酔の注射をすると歯を抜いてもあんまり痛くないよね。あれはね、頭の中の脳がね、麻痺する、いいことも悪いことも、まあ、麻痺してその痛みを感じないね。シンナーにはね、そういうふうな麻酔作用というのがありますね。だから本当にいいことも悪いことも判断がつかなくなります。はい、
シンナーは油またはね油から作られたものと、まあ、結びついてねとにかく溶かす。体の脂肪とかね神経の一部、脳とかね肝臓、お腹の内臓、こういったものをね油でできてるけれども、シンナーを吸うことでそれがだんだん溶けて、シンナーは体をねもう破壊崩していきます。いいですか。はいはい。この瓶の中に入ってます液体ね、一見パッと見ればなんか普通の水みたいね、水道水を入れてるみたい。この中には実際にシンナーを入れてます。いいですか。それで今おじさんがバチバチってこう取ったけど、これ分かるかな何か。そうです、発泡スチロールね。これも発泡スチロール油でできてるんでかいね、油でできてます。さっきおじさんが説明したようにシンナーはこういった油でできた製品ね、人の体そういったものを溶かす、作用があるって説明したけども、それを今本当にこれが溶けるかどうか実験をしていきたいと思います。いいですか。この発泡スチロール入れます、ね、はい今入れましたね。いいですか、よく見ててくださいよ。どのくらいのスピードでねこの発泡スチロールが溶けていくか。そーらね、こんなに早く溶けるんです、あの発泡スチロールがね。人間の体も一緒です。シンナーを吸うことによって骨が溶けたり内臓が溶けたりねします、ここに書いてるようにシンナーは人格ね行動にも害を及ぼしますと、体がボロボロになるのはもちろんのこと脳に影響を与える。いいですか、もう判断力がなくなるということですね。ぼーっとしたり急に興奮したりね、そういうふうに人間としての人格をなくしてしまいます。いいですか、シンナーは心も破壊していきますということです。ものすごく怖いです、ね、スーパーゲスト、ねジャニーズ、ね、なんて読むか知ってる？うんです、スタロー君です、ね、彼はですね今こう見るとねなかなか、まあ、おじさんに似てねちょっと2枚目、しかし変なのを持ってます。何を持ってるでしょう。はい、これねシンナーを持ってるんですよね。シンナーなんか吸わなければよかったんだけれどね、シンナーを吸った。それでシンナーを吸ったことでね、まずさっき おじさんが説明したけどね、スッタロー君のね骨なんかがねもう溶けてくる、だん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 ね。ここに手足ね、しびれ筋肉とかね、もう歩行が歩くことがもう困難になってくるね。でだん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 ね吸うもんだからね、みんなも大事なこのねところね、こういう風なところもだんだん悪くなって、もう子供が産めなくなるような体になったりします。いいですか。そしてそれでもかかわらずね、スッタロー君はねずっと吸い続けるんですね。うん、吸い続けるばっかりにね、こう見てごらん、内臓までねだん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 溶けてくるんですね。はい、もう細胞がね傷ついて体の中がもうボロボロになります。もうご飯も食べたくないような状態ね。しかしもうスッタロー君はねそれでもね、さっき言った硬いね歯あたりがこんな風な感じでボロボロね、硬い歯がボロボロね、そして肺もねこんな風な感じでね、みんな運動会とかで練習でね一生懸命走ってもまあそうないと思うけどね、もうつったろくんはねもう5メーターも走れないような状態、そういう風な状態になるね。そして一番怖いのがね、これね、スッタロー君の目、これ火花が出てるんじゃないんだよ、目の中の小さな毛細血管ね、これがもう溶けて出血してるね、もう先々はねもう失明するような状態
こういうふうな姿になってしまう。ね。で、神経をね、まあ、侵されたりとかでね。で、一番ね、怖いのがね、これ見て。脳だよね。まあ普通脳みそ脳みそ言うけどね、本当はねこんな風にいっぱいこう入ってなくちゃいけないんだよね。君たちの脳はいっぱい入ってるんだよね。でもスッタロー君はね、シンナーを吸ったことによってだん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 大事な脳がね溶けて小さくなって、ここ空白ができてる、ね、空洞ができてる。だからもう精神的にもね、もう見えないものが見えてみたり、本当は何もないんだよ。何もなくてももうここに書いている幻覚ね、人がいるようなそういうふうな状態になったりね、もう本当は何も結局聞こえない状態だけども、なんか人が呼びかけてるようなね、もう顕著ね、こういうな聞こえるようなそういうふうなことになってね、もうついはもう水太郎君はどんなふうになったかわかる？もう死んでしまうんだよね。そして名前が変わるんだよ。どういうふうに変わるか知ってる？水太郎君、わかる？死んだろうになるんです。ね？まあそういうふうな感じでね、もう体がボロボロになります。ね？それでは、2番目の目標に行きたいと思います。断る勇気を持つことということで、今からロータリークラブの方がね、薬を誘ってきますので、皆さんがそれにね、ちゃんと断ることができるか、やってみたいと思います。まずちょっと説明しますけど、まあ、友達先輩に誘われたらということで、ちょっとね見た目にそう見えないかもしれませんが、中学校の先輩、中学校の先輩で、ね、仲のいい友達、ね、仲のいい人、ね、顔見知りということで、やってください。そしたらお願いします。せいちゃん久しぶりね。ああ、どこ行ったの？ちょっとそこまで。あとね、おいしい、あの、すごく気持ちよくなるやつがあるけん、あの、私と一緒に、すごくおいしいよ。いい、うん、なんでそれに言わんで、いいで久しぶりこの前アイスクリームおごったろうが。いいです、うん、この前飴もやったやんか。いいです、おいしかったん、こんねん、よかったん、こんねん。いいです、あ、なんで、ごめん、冷たくしないでいいやないねん。行こ、行こ、行こ、行こ。あ、ダメでした。はい、ありがとうございました。はい、そしたら、ひかりちゃん、こんにちは、久しぶりね。えらい未来のうちに大きくなってね、あのね、女の子がね、痩せる薬を兄ちゃん、これが聞いたんや。それでも、痩せてスマート、今もスマートやけどね、もっとスマートになるし、一緒になもな、ダメ、気持ちも良くなるらしいね。いや、気持ちいいです。あ、気持ちいい。そんなん言わんで、もっとスマートになって痩せて気持ちよくなる、いいことばっかしやから。うん？小学校でちゃんと教えてくれたやろ、シンナーを飲みなさいって言ってから。せっかくシンナーを飲ませてあげようと思ったのに。いい？はい、ありがとうございました。協力してくれた、お二人ありがとうございました。今しっかりね、断ってもらいました。今、断ってくれた内容をね参考にしながら、じゃあこういう場合はどうしたらいいのっていうのをちょっとね引っ張り断るっていうのがね、まず大事で、もう一歩進んでね、危険性を伝えてくださいね。決して皆さんがこんな気持ち悪い顔とは言ってません、ね。危険性をしっかり伝えて、何が入っているかわからんし危険だよということを伝えてください。まずは自分の身を守る、その次は仲のいい友達仲間も救ってあげるということで、やってください。それと次、今度はねこのイメージのままで、こういう怖いお兄ちゃんから強引に誘われたら、ね、お前怖いのか勇気がないなとか言って、お前仲間に入れてやらないぞと、ね、入りたくもないけど言われたらどうしますかということです。例えば、まあ一人だけじゃなくて何人かから囲まれたりね、そういうこともあるかもしれません。そういう場合はどうしましょうか。まず第一に、逃げるというのを考えてください。あの通報するとか近くの人にね、言うっていうのもあるんやけど、まあ、近くに人がいない場合もありますし、あの近くに警察官がいるということも今日だけです。ね、
で通報しようにもあの携帯電話取っておもむろに書き寄ったら多分取り上げられます。であと他の学校で大声を上げるとかいうのもあります。これはねいいことです。大声が出せればねいいことです。ただそういう怖い人たちがおる中でなかなか大声で出せきれません。その場になるとそうなるとやっぱり一番頭に覚え浮かべてもらいたいのが逃げるというのを覚えとってください。で、逃げきれませんよって、ね、私ちょっと無理ってそんな囲まれたら逃げきれませんっていう子もいるかもしれません。で実際そういう女の子がいました。でその女の子は感想として言ってくれたんですけど、じゃあどうするのその女の子に聞いたら私はもう怖くて絶対逃げ切らんのでそもそもそういう場所に近寄りませんと言ってくれました。命を大切にする心を持つことというのが、3番目の目標です。薬をしたら、スッタローになります。ね、スッタローが進んだらどうなりますか。死んだろうになります。確実にね死んだろうになります。皆さんがそうすると大人になる前にそうなるかもしれません。みんなやっぱりあの大人になったらこうなりたいああなりたいという夢はねいろいろ持ってると思いますけどこういう薬をやったらそういう夢は叶いますか。絶対に叶いませんよね。今では叶いません。で例えばそうじゃなくて今度大人になったらもっと薬の誘惑ってあるんやけども大人になってねみんなが夢を叶いました。その夢を実現して今充実した毎日を送ってますなった時に今度また大人になって薬を始めると今まで達成してきた夢っていうのも壊れてしまいます。死んでしまったっていうよりも自分で命を捨てたっていうことになると思います。世の中にはね、こういう悪いこともしてません、勉強もしっかりしてました。それでもね運悪く死んでしまう人っていうのはいっぱいいます。4年前に大きな地震があったと思いますけど、ちょうどこういう授業中でした、ね。地震だけやったらよかったけどその後の津波が大きくて、たくさんの人が亡くなってます。で例えば小学校の被害の大きかったところだったら全校生徒が108人おった中の70数名が、津波で一気に死んでます。みんな何も悪いことしてないとね薬をしとったわけでもないし勉強もしっかりしとったしいい子にしとったし将来の夢何になりたいっていうのはあったけど叶わぬままね、悔しい思いで多分死んでると思います。そういう悔しい思いでただでさえ死んどんのにこんなね薬で命を捨てたとこういう人を見るともうねその命を絶った人に対しては本当に腹が立つと思います、ね。それだけ、みんなね、持ってる命というのは大事です。今こうやって元気にみんなここにいますけど、みんながここにね元気に今いるのはそういう災害に遭わなくて運が良かったというのもあります。あとはみんなが当然いい子にしとった、ね、悪いこともしてませんだからこうやって元気にいます。あとはお父さんお母さん学校の先生こうやって地域の方いっぱい来てますけど、そういう人たちがちゃんと見守ってくれたからと、ね、いろんなことが重なって今大事にこの12年かな育てた命です。この命についてはね本当に大事な他には変えられないものですからしっかりと大事にこれからも育んでもらって将来の夢叶えてもらいたいと思います。こうやって今日来てるのはねただ薬をやめましょうということだけじゃなくて大人にとってみんなが大事な存在宝物だとしっかり大人になってしっかりした大人になって夢を叶えてもらいたいという気持ちで来てますので、そのあたり理解をしてもらって、正しい生活を送ってもらえればと思います。ロータリーの森山です。どんなでしたでしょうか今日の勉強は。おじさんも2回目ですけど本当に死んだとか薬物を使ったらいかんなということを改めてね再認識しました。ぜひ薬物とか断る勇気を持ってね皆さん元気で将来の夢に向かって頑張っていただきたいというふうに思いますのでどうぞよろしくお願いしておきます。以上です。今日は2時間目の薬物の話を聞いて薬物はとても怖い薬としてもし僕もマンスコーマーでしたみたいにもし友達や先輩に誘われたらと吸わねと言われたらとどげんかして逃げたり断ったりして薬物を使わないようにしたいと思いました。
学習で薬物やシンナーを使う と心も体もボロボロになって体がダメになってしまったり死んでしまったりすることが分かりました。また友達や先輩からは誘われても断る勇気を持ってとまずそういう人たちの中に入らないようにしようと思いました。薬物を使っても何の得もないので薬物絶対に使わないようにしたいです。今日は本当にありがとうございました。今回は本当にありがとうございました。私の将来の夢は医者なんですけど、もし患者さんがすったろうさんみたいな人が来たら、今回習ったようなことをちゃんと伝えて患者さんを助けていきたいです。